小林誠也と安田正史と松本博香のはじめの散歩。皆さんこんばんは、安田正史です。皆さんこんばんは、松本博香です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。前回もお伝えしました通り、今月は相方の小林さんドラマ長期ロケのためお休みです。そして今月も松本博香プロモーション大作戦として女優の松本博香さんにご出演いただいております、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。松本博香です。はい、ということで、はい、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、秋入りましたが、はい、まあ、前回も秋の話しましたけれども、うん、まあ、前回運動、じゃあ僕は次は食べ物かなということで食欲の秋かなっていう感じなんですが、うんうんうん、僕の食欲の秋ってなると、うん、家族でサンマを食べるという、あー美味しいね、はい、ということなんですが、サンマを食べ始めたのが、うん、まあ、小学校低学年ぐらいなんですけど、うんうん、そこら辺で食べたんですが、初めは家の中で焼いて食べたんですけど、うん、まあ、サンマってすっごい煙出るじゃないですか、香りがね。そうなんです、まあ、それが、まあ、焼いてる時はいいんですけれども、うん、次の日食べ終わった後ね、家の中がサンマの匂いになるという悲劇が、ね、はい、起きてしまい、まあ、2回目からもう学習して外で、うん、食べるようにして、まあ、うちではその、まあ、スーパーなんですけど、うんうん、スーパーに買いに行ってサンマを母親が買ってきて、うん、1人1尾ずつ買ってきて、うん、持ってくるんですけど、まあ、そのサンマがやっぱり美味しくて。美味しいですね。そうなんですよ。私この間コンビニで買いました。本当ですか。でもコンビニのなんだろう、鮭とかサバとかあるくらいに、はいはい、パッてやって、あ、サンマじゃん、秋じゃんって思って買っちゃいました。よっしゃ、今回はストライクでした。前回ダメでしたけど。でも私秋だったら焼き芋の方が、はい、あ、確かにそれもイメージありますね、うん、焼き芋。そう、なんか世田谷区の、小田急線沿いの豪徳寺駅のが最寄りなんですけど、はい、そこに、焼き芋の専門店富士っていうお店があって、はい、去年初めて行ったんですけど、はい、めちゃくちゃうまかったんですよ。おー、それはなんか良さそうですね。そう、別に秋だけとかじゃないんですけど、そこのお店は年中やってるみたいなんですけど、もしよかったら、あ、じゃあ行きたいと思います、はい、ちなみに行ってみてください。今年は行かれたんですか。いや、行くつもりではいます。行くつもりではいる。ということで、はい、焼き芋ですか。僕の小さい頃ですね、うん、まあ、焼き芋といえば、あの白い軽トラックで、あー、西焼き芋、そうそうそう、それを流しながら、はいはいはい、買ったことないんですけど。え、そうなんですか。買ったことないんですよ、残念ながら。あれ、ま、お母さん買いたいって一回言ったことあるんですけど、うん、あそこはダメ、 なぜか理由は言ってくれなかったんですよ。言いますよね、親ってそう言いますよね。なんかそれ、もう俺の幼心を踏み潰していったっていう、まあ、まあ、まあ、そういう過去が焼き芋にはあります。ね、じゃあ買ってみてください。まあ、じゃあ世田谷の方に行って、はい、行ってみてください、ぜひ。富士でしたっけ、はい、富士です、はい、じゃあ行ってまいりたいと思います、はい、ということで、まあ、それでは、まあ、改めまして、この番組はじめの散歩パーソナリティを務めさせていただきます、僕安田正史の自己紹介をさせていただきますと、はい、1996年栃木県生まれで、高校までは野球一筋で頑張ってまいりました。まあ、現在はドラマや映画のエキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。最近は松本さんとも共演させていただきました映画22世紀寓話に主演の佐藤美久さんの部下役として出演させていただいております。将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。はい、はい、私は松本博香で1996年生まれの大阪府出身になります。私は高校までは美術を勉強しており、高校卒業後上京して演技の勉強をしてまいりました。今は私も、ドラマや映画にちょこちょこ出させていただいております。はい、はい、じゃあそれでは一つ目のコーナーに行きたいと思います、はい、それでは一つ目のコーナーは思いっきりゲーマーのコーナー。このゲームはゲーム好きな僕が、まあ、独断と偏見で過去にやっていたゲームや今流行りの、まあ、流行のゲームをとりあえずいろいろご紹介させていただくコーナーです、うん。はい、まあ、リスナーの皆さんにもこのコーナーをお聞きになって、あ、このゲーム知ってる、いや、うわ懐かしいな、など思って聞いていただけると嬉しいです。
まあ、松本さんも あればどんどん、はいはい、反応してください。まあ、知ってほしいです。今回ご紹介するのは、はい、スマホアプリゲームのパズル&ドラゴンです。わ、知ってた。おー、よかったです。こちらは、2012年2月に、はい、iOS 版にリリースされ、同じ年の9月にはアンドロイド版がリリースされました。まあ、略称はパズドラと言われており、まあ、テレビでも CM などが放送されており、まあ、ご存知な人も多いんではないでしょうか。まあ、ちなみにこのアプリは日本だけではなく世界中でも大ヒットしているアプリゲームなんです。はい、ジャンルは RPG とパズルゲームを融合させたパズル RPG で、ストーリーやプレイヤーキャラクターなどは持たず、 RPG 的な要素は、まあ、モンスターの収集と育成ゲームのみで楽しめます。まあ、プレイヤーは最大6体のモンスターで構成されるパーティーを編成し、まあ、ダンジョンへ潜入、パズルドロップを消すことによって敵モンスターを攻撃し、ダンジョンクリアを目指します。そしてこのプレイヤーが使用できるモンスターは、まあ、敵モンスターを倒した際の一定確率によるドロップ、まあ、ガチャ、そしては、まあ、敵モンスターを、まあ、なんとですね、関連グッズや雑誌などの特典などでも、まあ、入手することができます。できるんだ。はい、まあ、ゲーム自体は、まあ、もちろん無料配信されていますが、まあ、コンティニューやスタミナ回復、レアガチャや使用可能キャラクターの上限の拡張などに、まあ、必要な魔法石など、有料なアイテム課金ですね、まあ、無料配布もあるんですが、まあ、基本無料ということでなっております。基本無料です。怖い言葉だ。それですね、まあ、今回このゲームなんですが、まあ、僕は高校生の時に、まあ、流行りましたよね。そうなんですよ。友達から勧められて始めました。はい、まあ、お持ちの方は皆さんよくご存知なんですが、まあ、このゲーム実は操作は、まあ、とても簡単なんですよって言いますけれども、まあ、僕あの友達にあのこれ使えるよって裏技を教えられるまでは頑張って、その簡単なやり方しかやってなくて、その友達に教えてもらって、えそんなやり方あるのっていう、その裏技があるんですけど、まあそれは難しいというか、まあ携帯の性能に差異ですね。性能どういうことですか？画面が小さいとやりづらいっていうのがあるんですよ。そうなんですよ。まあそういう性能があり、まあまあ、でもそれを省いても、まあ、結構簡単な操作なんですが、まあ、進めていく過程で、まあ、使用する個性豊かなキャラクターを、まあ、どう使うなどとても考えるというか、まあ、駆け引き的な、まあ、場面、まあ、判断をすることがとても多く、まあ、休み時間とかに、まあ、そうですね、まあ、どのキャラをどう使うかなど友達とめちゃめちゃ話し合って、これはこうがいいよみたいな話し合って、まあ、お互い情報収集をしていました、まあ、またインターネットとか検索して、そうですよ、ね、今出てますもんね、いろいろこのパーティーはいいよみたいな感じで出るんですが、まあ、また先ほどもご紹介させていただいた通り、まあ、アプリゲーム内に特有の課金ガチャがあって、そのガチャをやるときに、まあ、友達の何人かと一緒に引いてすごい盛り上がってましたね。ありますよね。私友達のガチャいっぱい引いた記憶あります。それ友達いいんですか？引かせてあれ結構一つ楽しみの一つですよ。せっかく貯めたのにみたいな感じですよね、多分。そうですよね。あれ結構だってそれのためにやってるって言っても過言じゃないのに、やられちゃうんですよ。ありがたい友達でしたね。それはいいですね。美味しいとこ全部持ってくるんですよね。いいとこ取りみたいな。ということで、松本さん知ってると思いましたか？はい、パズドラちょっとだけ、なんか本当にゲーム下手で私。最初リセットマラソン、リセマラっていう、はい、あの。インストールしてガチャガチャ引いていいのが当たらなかったらインストールしてもう一回やってみたいな、それを繰り返す、そうリセットマラソンっていうのをやってめちゃくちゃやったんですけど全然いいの出なくて諦めたもういいってやめちゃうの。なるほど。確かにあれはまあ出にくい時も、あでも僕は比較的早かったですね。そう、いいの、はい、2、3回ぐらいですかね。マジですか？出た瞬間、うわーって友達がそれいいんだよって言って、俺欲しいっていう。ずるい。ずるいとか言って。まああまりしちゃいけないことなのかな。まあまあことないから、うん、まあわかんないですけど、まあそうやって。懐かしい。確かに。そうなんですよ。懐かしいですよね。うん、今考えると高校。中学高校ぐらいですかね、うん、高校生だったと思います。そう、同い年ですもんね。そうですね、そういえばそうですね。同い年だから高校ぐらいだと、はい、ということで、
はい、ということで今回こういうゲームですが、はい、まあ、皆さんもよかったら、インストールして楽しんでください、はい、以上思いっきりゲーマーのコーナーでした。松本ひろかに12の質問のコーナー。改めまして、はじめの散歩、今回の担当は私松本ひろかと安田まさしでお送りしております。さて今回はお隣で一緒に進行してくださっております女優の松本ひろかさん、松本ひろかプロモーション大作戦も、まあ、いよいよ最終回ということで、はい、まあ、改めて質問にお答えいただきながら、松本ひろかさんとはどんな人なんだということを、まあ、リスナーの皆さんにも覚えていただこうと思いまして、はい、まあ、いろんな質問12個ご用意してさせていただきましたので、はい、松本さん正直にお答えください。はい、じゃあ大丈夫でしょうか。大丈夫です、頑張ります。参ります。はい、じゃあ質問1、はい、クエスチョン1ですね。カラオケの18番は何ですか。うまいわけじゃないけどオリオンをなぞる、はい、はい、ユニオンスクエアガーゼンレンさんです。はい、はい、じゃあクエスチョン2、はい、好きな食べ物は。エイヒレと当たり目。じゃあクエスチョン3、得意料理は。得意料理はリゾット。おお、じゃあクエスチョン4、はい、芸能界に入っていなかったら今どこで何をしてると思いますか。ニートとか。クエスチョン5、マイブームは。は、韻を踏むこと、ライムを、ライムです。はい。クエスチョン6、時間があったらどこに旅してみたいですか。旅、バリ島に行ってみたいです。クエスチョン7、はい、好きなファッションは。ファッション、はい、なんだろう、カジュアルとか、なんか、あ、オーバーサイズの服を着るのが好き。じゃあクエスチョン8、うん、よく読む雑誌は。雑誌読まない。マジで読まない。昔読んでたのはアニメージュとかアニメリアとか。お、じゃあクエスチョン9、はい、1億円宝くじで当たったら何に使いますか。生活費に当てます。はい、クエスチョン10、理想の結婚とは。理想の結婚、結婚、結婚特にないな。30過ぎてからなので今考えてないです。はい、はい、じゃあクエスチョン11。ご自分の好きなところと嫌いなところを2つずつ挙げてください。2つずつ、はい、2つずつ、なんだろう、ポジティブで楽観的なところが好きなとこ。じゃ、嫌いなところが怠け者で、行動するまでが遅い。いや、遅いのかな、わかんない。やる気ないことには興味ないことには興味ないこと、うん、はい。クエスチョン12、今まで公共の場で話したことのない、うん、言える範囲のご自身の衝撃の秘密について暴露してください。衝撃の秘密、はい、秘密なんてないですよ。はい、終了ということで、はい、12の質問していただき、難しいな。本当ですか。じゃあ、まあ何個かちょっと見返していきたいんですが、はい、まずクエスチョン1、カラオケの18番、はい、オリオンをなぞる、ユニゾンスクエアガーデンさんで、タイガー&バニーっていうアニメの主題歌だったんですけど、はい、もう大好きで。あー、なるほど、めちゃくちゃ好きで。そうなんです。ちなみにですけど、うん、まあ、興味ないと思いますけど、うん、僕もユニゾンさんはすごい好きですよ。マジですか。本当にいい曲歌いますよね。いいですよね、もうどれもいい。そうなんですよね。他に何か聞いたり、あ、歌ったりとか。他ですか、はい、でも基本カラオケ行ったらアニメの曲ばっか歌うんですよ。アニソンメドレー、松本さんのアニソンメドレーと、か、あとサウンドホライズンっていう、ちょっとあの進撃の巨人でリンクとホライズンっていうのがちょっと有名になったんですけど、はい、それと同じ人が、同じ方が作曲してる他の、はい、グループがあって、はい、そういうのちょっと物語チックな曲。なんで説明したらいいんだろうってなっちゃう。おお、なるほど。ばっかり歌いますね。へえ、なるほど。カラオケはよく行かれるんですか。あ、でも、うん、行くかな。本当ですか。そう、なんか夜中友達と深夜から入って、お、朝まで。朝まで。すごい楽しんでますね。まあでもカラオケは楽しいですから ね、 ね、まあ、でもコラボとかしてるのが多いので、それ目当てで行く方が多いかも。そう、なんか例えばどこどこのカラオケ屋さんとなんかのアニメがコラボして、コラボメニューもありますよみたいなとか。あー、メニュー、あ、そういうことなんですね。へー、なんか特別コースターがもらえるよとか。あー、なるほど。そういうのに特典。そうなんですよ、ちょっとね、引っかかっちゃうかも。引かれると。なるほど、でしたね。はい、ということで、じゃあクエスチョン3、はい、3、得意料理は リゾット。リゾット、めっちゃ簡単。
リゾットって聞くとなんか、はい、もうすげえなって思うじゃないですか。思いますよね、はい、思うんですけどすっげえ簡単なんですよ。それ言っちゃっていいんですか。ちょっと食べたいなって時に生米があれば作れるから。へー、米と牛乳か生クリームさえあれば大体ちゃちゃっと作って。へー、なんですなんかね、簡単そうに聞こえないから言っちゃう。今もう暴露、それが多分最後かもしれないし。確かにそうかもしれない。簡単じゃない、簡単そうに聞こえる。あ、難しそうに聞こえるか。そうに聞こえるけど簡単なんですよね。はい、12が埋まりました。埋まりました、ありました答え。はい、ということで芸能界に4番次行きたいと思うんですけど、うんうん、芸能界に入っていなかったらニートと、ニートなんか特に思いつかなかった。で美術のやつの学校行かれてたんで、そういう関係ではないんですね。ね、なんか芸大に、大阪芸大に行きたいと思ってその美術の高校に行ったんですけど、なんか途中で変わっちゃった、はい、あ、変わっちゃったっていう。変わっちゃった、はい、マジ影響力、影響されやすいからいろいろコロコロ変わっちゃうんです。なるほど、ということで、はい、はい、じゃあ時間があったらどこに旅してみる？6番ですね、はい、バリ島。バリ島、バリ島なんかね、バリ島に野生の文鳥がいるっていうのを昔聞いて、へー、それをねちょっと捕まえにじゃない見に行きたい、文鳥すごい好きで。へー、はい、そうなんです、初めて知りましたね、バリ島。そう、あ、海とか行くんかなと思ったら、そっちが綺麗なイメージしかないですね。僕、あ、そういう、あ、行くんだ、確かになと思ったら違かった。文鳥メインでした。鳥ですね、鳥を見るのが好きなんですか。鳥、昔実家で飼ってて4匹ぐらい、はい、文鳥を、はい、で鳥が好きです、鳥が好きです。いいですね、うん、じゃあクエスチョン9、はい、1億円、はい、生活費、また夢のないことをおっしゃいましたが。なんかその生活費に苦しむのが今一番苦痛だから。まあ、そうですね。そう、なんか生活費に追われて仕事をしなきゃいけないみたいなのが一番だるいから、パッて家買っちゃって生活費はあるぞ。あ、なるほど、ってやりたい。はあ、お前の金全部趣味に使っていいぞって言われたい。なるほど、そうすればそうですよね。買いたいもの買い占められますからね。そうなんですよ、意外とアニメのやつもグッズとか関連グッズって結構数ありますからね。ありますもんね、あれ欲しい、これ欲しいってなりますもん。なんかあんまりグッズ買う人間じゃないんですけど、たまにハマるものがグッズ欲しいってなるやつがあって、あ、そうなるとキリがなくて。まあそうですよね、あれも欲しい、これも欲しい、あれも欲しい、これも本当に、はい、そんな感じですね。じゃあ最後11位いきたいと思います、はい、ご自身の好きなところと嫌いなところ、うん、まあ、まず一つはポジティブと楽観的。一緒じゃんって思ったよね。まあ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 、まあ、二つにしましょう。まあまあ、なんかそんなイメージはありますけどね。すごいや、そう、だいたい寝たら嫌なこと忘れちゃうんで。いいのか悪いのか別として、まあ好きなところですからね。そうそうそう、松本さん自身の、うん、で、まあ嫌いなところというか、嫌いなところが怠け者と、あ、もう一個なんて言ったっけ、興味ないことに興味ないって言ったか、はい、そう、なんかね、本当にね。まあ怠け者は、まあ、前回のコミケの話で、あの、うん、朝が起きられないっていうのは、まあ、多分それもその一つなんですかね。ダメ、朝は苦手で、朝は苦手、どんなにあれですか、その早く寝ても起きれないみたいな。起きれない、もうそれだったら朝まで起きてたらって思っちゃう。あ、そういう考えに至っちゃうんですね。本当にね、うん、なんかね、何もない休みの日とかも、はい、ほとんどベッドの上でゴロついちゃうんですよ。あ、いや、なんか前の質問に戻しますけど、ニートみたいな生活しちゃうんですね。もうしたい、マジでニートしたい。憧れじゃないですか。ダメですよ。ね、ちゃんとお仕事頑張っておりますよ、さんは。頑張ってます、朝頑張って起きてます。まあでも2つ目の興味ないことはと言いましたけど、逆に多分あれなんでしょうね、うん、あの、まあ、ひっくり返せば興味あることには多分とことん行くっていう方なんでしょうかね。多分そういうことなんじゃないですかね、まあ、狭く深くみたいな感じなんですよ。そう狭く深く極めたい職人気質なんじゃないですかね。なんですかね、わかんないですけど、いや、それはいいことなんじゃないですか、ね、ってことにしておきましょう。そういうことにしといてください。はい、ということで嫌いなところはないということで。とはならないか。やべえやつじゃん。
ということで、まあ、以上松本ひろかに12の質問のコーナーでした。はい、ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとう。いろいろ楽しいというか意外な一面も聞けてよかった。本当ですか？いや本当です。で多分リスナーの皆さんもそう思ってるんじゃないんですかね。じゃあ思ってください。思ってください、はい、無理やり。はい、じゃあ、はい、いよいよ松本ひろかプロモーション大作戦も、はい、まあ、終了して、まあ、残念なことに、まあ、終了してしまいますがまあ最後にですね、松本さんからこの番組をお聞きの皆さん、ま、皆さんへのメッセージを、はい、まあ、お願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、なんかラジオ自体が全然やったことなかったので、今回こうやって連続で3ヶ月連続出させていただいてすごい楽しかったです。結構緊張もしました。え、本当ですか？本当に本当に本当に多分緊張してたと思う。見えないかもしれないけどもうなんかそうね、そのままやっぱ伝わっちゃうって言ったらいいんですか、なんだろう、声だけじゃないですか、しかもそうです、ね、ラジオってなると、はい、映像がないからなんかどう伝わるのかなっていうのがやっぱ なんというか難しいというか、そうです、ね、はい、いやマジ滑舌ってなっちゃう自分で本当にいい経験ができたなと思いました。ありがとうございました。はい、はい、ということで多分リスナーの皆さんも多分楽しんでいただけたのかなと僕の自己評価ですけど自己評価とか、まあ、僕の意見ですけど、はい、なと思いますので、だと嬉しいです。いやいやいや本当にそしてじゃあ以上、はい、松本さんの12の質問のコーナーでした。はい、皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送松本さんいかがだったですか？はい、いやもう12の質問ちょっと焦りましたけど楽しかったです。いや本当ですか？ああ良かったです良かったです、うん、それは良かったです。焦ったんですよね焦った、なんかなんだろうな、あんまり興味ないことに本当に興味ないから、ファッションとか雑誌とか本当に興味なくて、はい、ほーなるほど、何を言ったらいいだろうってなっちゃったなるほど、うん、あでも良かったです、楽しめたということで、はい、楽しめました。良かったです良かったです。今日正直言って、うん、あの前回に引き続き今回も、うん、まあ、僕一人でちょっと松本さんとこうやってラジオしなくちゃいけないっていうのを聞いて、うん、そのプロデューサーさんから聞いて、うん、うわマジかって小林さんがいないって できるかなって思ったんですけど、うん、まあ、意外と全然大丈夫そうでしたね。いや大丈夫そうか別にすごい緊張しましたよそれで本当ですよ見えないけど、いやいやいや本当に僕緊張結構出るタイプです。本当ですか？はい、そうなんだ。本当ですよ、結構バクバクでしたよ本当に。松本さんさっき緊張しました、うん、でも言いましたけど、うん、おっしゃりましたけど僕全然見えない、うん、その3ヶ月前からずっとご一緒にラジオさせていただきます。だいたい笑いでごまかしちゃうんで隠すタイプですね隠していくタイプなのかな。なるほど、でもなんかそれ羨ましいなって初め思ってたんですけど、本当ですか？あ、結局緊張してるってことっていいと思う。あ、してるってことしてますいやでも本当にあの1回目の放送の YouTube で、うん、あの映像配信版ということであるので、それを見ていただくと分かるんですけど、うん、初め本当にグッダグダだったと思います僕の。本当に緊張して小林さんと2人でやってたんですけど、本当に初めあラジオ怖えって思いましたそうなんですよね、なんかね止まってくれない、進んじゃうからすごいなんかあー置いてかれるみたいな、自分が置いてかれる。はい、ということで、まあ、最後に3ヶ月をまとめて、まあ、一言程度感想をいただけたらいいなと、はい、なんだろう、でも初めの2歩を散歩にしていただき、まずそこから、はい、誠にありがとうございましたなんか無理言って始めたみたいな、その1回目ゲストで来させていただいてから、はい、そのノリで3ヶ月間じゃあ来ちゃいないよみたいな感じになっちゃってもう本当に無理を言っていただきありがとうございました。いやいや楽しかったです。いや全然、こちらこそ本当に松本さんとこうやって3ヶ月できて貴重な体験できて僕は本当に嬉しいですね。良かったです。いやありがとうございます本当に、はい、まあ、じゃあそれでは初めの散歩、はい、次回も同じ時間に、お耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは僕安田雅史と松本ひろかでした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。